はい、おはようございます。上村健一です。今日もよろしくお願いします。今日も睡眠に関することをお伝えしたいなというふうに思うんですけども、今日はちょっとまあ面白い3つホルモンのことについてお話をしたいなと思っております。まあこのホルモンのことをちょっと3つ理解していただくと、あ、人間って何時に寝て何時に起きるのがやっぱりこう体の体内リズムとしていいんだなということが科学的にメカニズム的にこうわかるので、そのことをちょっとお伝えしたいなと思います。なのでまあ最後まで動画見ていただくと、あ、なるほど、じゃあそういうホルモンメカニズムになってるんだったらこういう生活を心がけてみようかなと、健康的な習慣をちょっとやってみようかなというふうにちょっとこう納得していただけるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ今日そのことについてご説明をさせていただきたいなというふうに思います。で、まずまあちょっと最初お話として、寝る子は育つっていう言葉ってまあ昔から聞いたことがあるんですけども、これって合ってるんですよ。寝る子は育つっていうのはこれどういうことかっていうと、成長ホルモンっていうのが関係してるんですけども、寝て一番最初の2時間ですね、入眠してから最初の2時間っていうところに、その成長ホルモンっていうのが、どっとこう脳からホルモンが分泌されるんですね。なので、寝る子は育つということで、まあ子供の時よく寝た方が成長しますっていうふうに言われるんですけど、あれは正解で、寝てる時に人っていうのは、まあ成長ホルモンっていうのが出るので、まあ子供の場合だったら、こう体の骨を作ったりとか筋肉を作ったりとか、まあっていうものになるんですけども、大人の場合でもその疲労回復だったりとか、まあそういうこう精神的なこう疲労の回復ですね、体と心のこう疲労回復するという意味で成長ホルモンっていうのは非常に大事な、ホルモンになっております。なので、まあ、寝ることによって最初の2時間ですね、まあ、それ以降もずっと出るんですけど、こう、山のような感じになるので、ドバッと最初に2時間出て、あとずっと下がっていくって感じなんですけど、なので、寝ていただくと、その成長ホルモンが出るので、それで、こう、心と体っていうのが、健康になります。はい。で、次に、まあ、どういうバランス、時間で生活したらいいのかっていう話なんですけど、その次にちょっとお伝えしたいのは、コルチゾールっていうホルモンがあるんです。まあ、先にちょっとホルモン名前伝えておくと、成長ホルモンっていうのと、コルチゾールっていうのと、メラトニンっていうこの3つがあるんですけど、このコルチゾールっていうのは、体を臨戦体制、活発に動かすためのホルモンっていうふうに言われてるんですけど、これが朝6時ぐらいに出ます。6時ぐらいからもうドドドッとこう出だすっていう感じになるんですけども、なので日中はそのコルチゾールがずーっとこう高くなっていきます。朝まあ6時からこう、バーッと出始めるっていう感じですね。で、夜9時になるとメラトニンっていうこのホルモンが出ます。これは何かっていうと、人をもう寝ましょうねっていう風に脳がもうホルモンを出して体にもう寝ましょうっていう信号を出すんですね。なので夜9時になるとメラトニンっていうのが出て、まあ寝てる最中にそれがもう血中濃度が高くなるんですけど、だから寝てる間っていうのはそのメラトニンの割合っていうのがすごく高くて、コルチゾールっていうその活動するホルモンっていうのは少なくなってるんです。なのでまあ何が言いたいかっていうと、人の体のメカニズムとしては、これは、気分とか、なんかそういうような次元の話じゃなくて、人の体メカニズム的に、朝6時に起きるのが、まあ、6時ぐらいから活動するのがやっぱりまあいいんじゃないかっていうのが、まずそのコルチゾールっていうホルモンが関係してるからです。で、その次に寝る時間っていうのは、まあ9時ぐらいですね。9時ぐらいからメラトニンというホルモンが出るので、それによっても人の体は眠りにつこうというリズムに入っていきます。なので、1日の生活リズムを考えたときに、まあ、もう夜の9時、10時ぐらいには寝て、メラトニンが増えてくる時間で、朝、5時、6時ぐらいにはもう活動を開始すると、その時間からコルチゾールが発揮されていくので、なので、まあ、夜、まあ、やっぱりね、9時、10時ぐらいに寝て、6時ぐらいに起きる。まあ、それであれば、大体、何時間だ、7時間半、8時間ぐらいは、睡眠時間毎日確保できるのかなというふうに思いますので、まあ、そういう生活っていうのが、このホルモン、成長ホルモン、まあ、人の体をこう健康にする、元気に修理するやつですね。成長ホルモンが寝てる間に出るので、ちゃんとやっぱりこう、7時間、8時間寝ましょう。で、夜9時になると、メラトニンというのが出始めます。そして朝6時になると、コルチゾールっていう人の体を臨戦体制にするホルモンが出るので、まあそういうリズム、人のこう、バイオリズムに則った生活をしていくっていうのが、まあ自然の摂理に沿った、自分のパフォーマンスを出す、一つのこう方法、波に乗っていくための方法ではないのかなっていうふうに思いますので、まあぜひこの成長ホルモン、コルチゾール、メラトニン、この3つのホルモンがあるんだという、人の体にあるんだということを認識した上で、生活ぜひ一度してみていただければなと思います。まあ僕も一回ちょっとそれで今、いろいろやっていってみてますので、はい。というわけで今日もありがとうございました。
最後動画閉じていただく前にいいねボタン下押していただけると僕の毎日撮ってるんですけど明日も撮るぞっていうモチベーションにつながりますのでぜひ押していただけると嬉しいです。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。またね、バイバイ。